おはようございます。佐賀に来ました。今日は SCC 佐賀サイクリングクラブっていうですね、佐賀県がサイクルツーリズムすごい盛り上げようっていうんで今頑張ってるんですけども、その取り組みの一つ寄り道ルートっていうのを作ったので、今日はその寄り道ルートをテストライドするために来ました。今日明日ですね。で後ろにねガヤガヤといますけれども、僕の視聴者の方を集めて一緒に走りつつ、そのルートのご紹介と、僕佐賀来たのは2回目かなって感じなんですけども、まあ、実際に佐賀めちゃくちゃ自転車にいいよっていうところをね皆さんにお伝えできればなと思います。じゃ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、マキセさんですね。久しぶりのマキセさん。久しぶりです。鹿児島と鹿児島ぶり阿蘇でお世話になってます。また九州行ってたらこの人。そしてあそこにいるのが大五郎さんですね。スーパーマウンテンバイカーですね。はい、でバイクがエイトスで来ました。初飛行機リンクを、良かったです、軽くて。じゃあそんな具合で、行ってまいります。よろしくお願いします。今日のコースは有明海岸を走り、肥前浜っていうところをちょっと寄り道するルートですね。基本的にフラットなコースで、それぞれ40キロと20キロのコース設定されていて、今日はね両方ちょっと巡ってみるといったような感じです。実際は多分バラバラなコースになるので、初心者から初級者がっつり楽しめるんじゃないかなと思います。道はフラットで交通量はそんなに多くないので、比較的走りやすいんじゃないかなと思います。ペース大丈夫ですか？大五郎さん速いっすよね。速いっす。30キロで巡航ってなかなかしないっす ね。彼マウンテンですしね。これぐらいで終わってほしいですね、雨はね。そうですね。ちょっとね。自分まだ雨の中で走ったことなくて。あ、本当に。やっぱり避けてるんですよ、雨の日。やっぱちょっと寒いし、路面もね、滑りやすくなりますし、走って楽しくはないですよね。でもなんか、このレインジャケットとか、自転車用の買ったら、どこかで使いたいっていう、その、気持ちが勝って、雨の日だとちょっと喜ぶときありますけどね。しかしまあ走りやすいこと。めっちゃ走りやすいね。なんだこれやっていうぐらい。何このストレート。超気持ちいい。青空がパッと見えたら。そうね。シングルはやっぱ見つけたらちょっとしんどいです。やっぱり今の状態は微妙っすね、正直。フラットだと出しちゃうと回りきちゃうし、上りだとちょっと足りないっていう、どっちもなんかもう一声欲しいっていう状態になっちゃって、そのうちダブルにします。エイトスは結構走れるジャンルなんだって思って、だからやっぱりダブルの方がいいなって思いましたね。最近は軽いディスクもいっぱい増えてきてるから、それこそキャニオンのアルチメイトとかめちゃくちゃいいっすよ。あれはね、軽くてオールラウンダーバイクとして、まあ、値段もね他社と比べて全然コスパいいから、はい、今一番いいのはそれかな。早く海が見たいです。そうですね、海を拝みたいんだけども、まだちょっと見れないのかな。いい雰囲気じゃないですか。これはいいね。渋いね。なんだかんだ初めて来ました。あ、本当に、まあ、そうだよね。地元の人こそ来ないんでしょうね、こういうところはね。この木造感いいですね。最高。記念写真見ましょう。はい、行きましょう。結構降ってきましたね。その上がザラメになってて、そこが一番美味しい。あ、素敵じゃないですか、立花屋さん。これが例の、これが例の、いやこれ絶対食べます。これ絶対食べてください。いただきます。下から押し出して糸で切ってくるみたいな。へえ。これはポケットには入りますよ。いや入りますね。しかもしっかりとしてるから型崩れせんし、これはいいな。それでうちは今ですね、ここら辺だとお店、はいはいはい、でちょっと商店が逆でね、そこを狙いながら200メートルぐらいでも境内入ります。すぐですよ。失礼します。はい、美味しい、絶対美味しい、確定ですね。お吸い物。ああ。はいはい。はい、いただきます。はい、いただきます。
わすごい。これはすごいっすね。綺麗。どれどれ。ご当地マンホールっていうのが、はい、佐賀県内の市町村全部に設置されてて、そのマンホールはそこに見ていきましょうか。みんなこれを巡礼する。なるほどね。残念ながら僕このアニメ見てないけど、ゾンビランド佐賀、この機会に見ようかな。塗装バッチリされてるやん、一つ一つ手作業で。すごい、ね、これは聖地巡礼する価値あるな。うわすごい、これはすごいな。これすごいっすね。びっくりした。予想の斜め上だなこれ。盛り上げてるようにしか見えないけどな。落ちないように、落ちないように、落ちないようにしてください。落ちないように。すげえ、こんなに潮を引くと何もなくなるというか。いや、どこに水行ったのかなって感じですね。いや、ほんとほんと水どこ行ったって思いますわ。このやっぱ差があるんで、いい海苔が取れるみたいな。あー、なるほど、うん、あ、鍋島だ。日本酒有名ですよ。キンパも美味しいですよ。これも有名ですね。はい、戻ってまいりました。さっきの陽気なお姉さんがいた駅ですね。ここが一応ゴールになります。ありがとうございます。あ、こんにちは。よろしくお願いします。あ、撮りましょう、ぜひぜひ。今日は2日目です。はい。昨日よりも今日は結構走るコースです。有明海岸ぐわー行って、唐津方面まで。唐津夜道コースっていう、2つのルートをですね、走るコースになります。トータルで90キロぐらいですね。はい。昨日はこの